大河くん、今日は大河くんのご飯紹介するよ。大河くんね、1歳の誕生日迎えたので、子供から成犬になりました。1歳から成犬だよ。なのでご飯をこちら、じゃーん、1歳から成犬用のプロフェッショナルバランスに変更しました。前まではね、ピンクの子犬用っていうのを食べてたんだけど、成犬用変更しました。変更の仕方は1ヶ月間かけて、赤ちゃん用の子犬用のものとこの新しい成犬用のものを混ぜて、徐々にこの成犬用のフードの割合を増やしていった感じです。で、今もう完全にこちら1本にしています。こっちの方が食べてはないですけど、匂いがすごくいい。なんかチーズの匂いがするんですよね。前の赤ちゃん用、子犬用の時はお湯でふやかしたりもしてたので、ちょっと最初のうち慣れるまではうってなるような、気持ち悪くなっちゃうような匂いしてました。これはね、美味しそうな匂いしてる。どう、大河くん、こっちの方が美味しい？大人用の方が美味しい？美味しいかな、大人用の方がね。大河くんもね、もう1歳になったんですよね、成犬用で。まとめ買いしたのがこれです。中身はほんと前の子犬用と一緒。こちら、この裏にね、成犬、大河くん見えないんじゃない、成犬って書いてあるのと子犬っていうのが書いてあるのの違いだけ。見た目は全く一緒。これが、こちらは、6キロなので500グラム入ってます。500グラムじゃない、500グラムかける12袋、これがね、12袋入ってます。で、こちらは半分かな、500グラムかける6袋、こちらはね、6袋入ってます。これだけあれば大河くんしばらく大丈夫だね。どのくらいだろう、だいたいこれを1袋1週間かな、1週間ぐらいで食べ終わっちゃうので、4週間、まあ、これで3ヶ月ぐらいだから、合わせて4、5ヶ月ぐらいかな。え、そんなにいける？ 4×3、1週間でしょ、4袋使うってことでしょ、3で、これが6だから4ヶ月ぐらいですね。4ヶ月分ぐらいこれで持つと思います。災害が来ても大丈夫だね、大河くん。これでね、お水さえ確保すれば。大河くんね、ちっちゃい頃からそうなんですけど、何でも嫌がらずにね、大好き大好きで食べてくれるからね、困らないね。一回ピンフェスのドッグレースのね、参加賞でもらったラム肉のドッグフード、あれもペロリと食べちゃったもんね。一応大河くんがペットショップで最初にね、お世話になってた時からこのプロフェッショナルバランスを食べてたので、ずっとこれ嫌がらずに食べてくれるので、これをあげてるだけなんですけど、なんか結構ね、みんなにいろいろ聞いてみると、みんないろいろあげてるよね。ピンフェスで一回お話聞いたのが、触らせて、ワンちゃん触らせてもらった時に、すっごい毛並みが柔らかくて綺麗な、手触りがいい毛並みのワンちゃんがいたんだよね。で、なんかご飯どうしてます、あ、ご飯どうしてますじゃないや、毛並みすごいですねって聞いたら、あ、ご飯買いましたって言ってました。ロイヤルカナンって言ったかな、ご飯買えたら毛並みが全然変わりましたって言ってたのね。大河くんは変えてないくて、ゴワゴワしてる毛なんだけど、どうかしら、なんかゴワゴワの方が体的には健康的には良さそうで、このままでいいかななんて思ってるんですけど、まあ、とりあえずね、これいっぱい買ったからこれだけ食べて様子見てみよう。何やってんの、もうご飯の時間終わったでしょ。終わりましたよ、ご飯の時間は。そんなわけで、以上大河くんのご飯紹介でした。